はい、こんにちは、山旅旅チャンネルです。本日はモンベルのお店で購入した便利だったものということで、第1回目としてはこのスムースライダーというものを紹介したいと思います。こちらはモンベルから発売されているもので、ジッパーをスムースに、開閉できるようにするというものになります。ですね、使い方は本当に簡単でですね、使用前に軽くこんな風に振って、でキャップを外してスティックの先を数回押し付けると液が出てくるので、ペン先にその液が染み込んだらファスナーに十分塗り付けますというのが使い方になります。で、2、3度ファスナーを上下させてファスナーによくなじませることで、ファスナーが開けやすくなるというものになっています。で、今回ですね、僕が持っているレインパンツなんですけれども、結構こういった止水ファスナーの場合ってジッパーが硬いんですね。でなのでちょっとこの硬さに少し嫌気がさしていたんですけれども、今回これでスムースに動くかというのをテスト検証してみたいと思います。実際にこれまだ買って初めてなので、最初からこの液が全く入ってない状態から試していきたいと思います。はい、こんな感じでぐーっとこうですね、こういう感じで押し続けることで液が出てくるようです。こんな液が出てくるんですね。なのでこれで、キャップを外してスティックの先を数回押し付けて液が出てきましたので、ファスナーに十分塗り付けていきます。こんな感じですね。ちょっと先端部分だけ今つけてみました。で、このような形でファスナーを上下させていきます。1、2、そうですね、ここからここまでがファスナー、今液を塗った場所で、でここからここが塗ってない場所なんですけれども、どれくらい違うかというのをちょっと試してみたいと思います。この辺は結構柔らかいですね。なかなかちょっと伝わりづらいところであるんですけれども、そうですね、ここから硬くなってくるような印象ですね。ここまで硬いんですけど、この辺からもだいぶ柔らかくなってますね。はい、ですね、実感としてはすごく良くなったとまでは言い切れないんですけれども、滑りやすさに関しては1.4倍、1.3倍ぐらいは滑りやすくなったなという印象です。はい、でこの部分の開閉はそんなに多くしないんで、実際によく使用するちょっとザックのジッパーについてちょっと試してみたいと思います。はい、こちらが僕が使用しているザックなんですけれども、このザックのこのサイドジッパーのところ、これがこんな感じで、まあ実際には滑りやすさはまあまあいいんですけれども、ここに液をつけてみたいと思います。実際にこのギザギザのところに液を入れるような感じで、こんな感じでオイルを塗るような感じでつけるといいかと思います。これでなじませていきます。いいですね、はい、だいぶよくなりました。はい、コツとしてはこのギザギザの中に液が入っていくようにすることで、すごくスムーズに開閉ができるようになりますので、ぜひお試しいただければと思います。はい、この商品になります。はい、続いてはまた熊鈴ですごくいい商品がありますので、そちらの方を紹介していきたいと思います。ご視聴のほどありがとうございます。